高松宮記念の予想です。お願いします。はい、というわけでね、どうもドナイ山本です。今年の競馬 G1 絶好調男ドナイ山本がね、あの高松宮記念の予想発表したいと思います。今回ね、川崎記念もね、あの3連単当ててますし、フェブラリーステークスもね、あの3連複当てていますので、今年の競馬ね、本当に自分絶好調です。まあ、あの先週ね、ちょっと佐賀競馬場に行ってね、あのタコ負けしてるんですけど、あの重賞でも何でもないレースだったんで、あの G1 に限って言えばね、あの覚醒してますんでね、ぜひ期待してください。でね、あの僕のね、高松の宮記念をね当てた歴史なんですけれどもね、あのめちゃくちゃ昔ね、あのレッドファルクスが勝った時のやつ、レッツゴードンキ2着に入った時のやつ、あれ当てましたね。それだけですね。あの他はね全然ダメで、去年のねナランフレグの時もね、ロータスランドもキルロードも勝ってなく、もうタコ負けしてるんですけど、今年のね高松の宮記念もね、結構わけわかんないじゃないですか。もうなんかね、穴馬だらけで、軸どれにしていいのかもわかんないし、もう本当に、ね、迷いました。今年もね荒れると思います。ただね、やっぱり高松の宮記念ね、過去振り返ってもね、決まってね、高松の宮記念だけ構想する馬っていうのがいるんですよ。まあ、馬券になるならないは関係なしに、例えば T ハーフとかそうでしょ、とか星雲構成とか、うん、実績のある穴馬、実績のある高松の宮記念で、高松の宮記念での実績のある穴馬、そういうのをね狙っていったらね、高配当今年も期待できるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そんなわけでね、今回の高松の宮記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の高松の宮記念、勝つのはファストフォースです。はい、ファストフォースです。いや、ファストフォースはね、あの金層で、ね、客室転換してから強さを、ね、発揮していますし、前走もね、おそらく一番人気が予想されるナブラクレアとね、ほぼ差のない競馬をしてますから、しかもね、あの中京コース実績ありますし、高松の宮記念でも実績ありますから、これね、ちょっと穴馬として狙ってみたいかなというふうに思いました。このレースはね、普通に人気順からでね、組んでってもね、勝てないからね、ちょっとこういう予想の仕方しないとね、ちょっと難しいなというふうに思いました。はい、で他の馬なんですけれど、はい、ナムラクレア、トラベスーラ、ロータスランド、アグリ、メイケール、ナランフレグと。まあ、まず、ね、去年の1、2着で、ね、ナランフレグ、ロータスランドがね、あの人気がないので、ちょっとこれはね、狙っていきたい。ナランフレグもね、結構あの時はね、インがね、思いっきり開いて、ちょっとギャンブルに勝ったっていう感じがするんですけれどもね、でもまあまぐれで G1 は勝てないと思うので、こんなに舐められてるのであればちょっと面白いかなとね。でもナムラクレアはね、金層が安定して強いけど、まあ、そんなに安心できるわけでもないからなっていう。でテラベスーラはね、あのこのコース結構実績あります。うん、でアグリもね、あの連勝中で結構面白いなと思ったんだけどね、ちょっと千里が怖いなと。あとやっぱりちょっと連勝中で G1 に来るのも最近ちょっと怖いんですよ。なんかレイパパレとかは強かったけど、大阪記念で、大阪杯レイパパレは強かったけど、なんかイルーシブパンサーだとかジャックドールだとか、なんかあんまり最近イメージないんだな、こういうので人気になってるのは。でメイケールはね、まあ人気が先行してますね、いつも。うん、まあファンが多い馬だから、もちろんね、勝ったら盛り上がると思うんだけど、やっぱりね、信頼はできないかなと。はい、で、買い目生まれ、あのファストフォース馬券で来るときは2着なんで、あのワイドじゃなく思い切って生まれんで、ファストフォースからナムラクレア、ツラベスラ、ロットスランド、アグリ、メイケール、ナランフレグに生まれ6点で、これで、勝負したいと思います。はい、皆さんの見解もね、よかったら教えてください。以上、高松の宮記念の予想でした。